おお、一気に晴れてきたよ。このままね、青い部分だけが広がってくれればいいんだけどね。はい、そういうわけでございまして、美しの塔がね、だんだん見えてきました。同時に青い空も徐々に広がってきましたね。天気予報だとね、10時から12時ぐらいにかけて晴れるということなんで、その一番おいしいところをいただきに来たんですけど、まあ日本の天気予報も優秀ですね。ほぼその通りになってますね。はい、改めましてね、こんにちは、カッパパです。今からね、15分ぐらい前に山本小屋のふるさと館に車止めましてね、もうすでにこんな天気でしたけど、駐車場は満杯でした。で、即ね、こっち出発して大賀島の方に向かってるんですが、前回はね、前日に蝶ヶ岳をピストンしましてね、足膝ガクガクで来たんですが、今日もね、実は昨日立山に登ってまして、立山黒部アルペンルートで、まあ、大木沢から入って、で立山の尾山をやってね、でピストンで帰ってきて、昨日は大町に一泊しました。で今日早起きしてね、ここに来たんですけど、足腰は全然ね、ガクガクじゃない、むしろね、いい状態ですね。もうあとはね、もう天気さえ良ければもう万々歳ということで、晴れ男の名前を返上せずにね、済みそうですね。はい、牛もね、ダメだね、朝ぼーっとしてるね、低血圧だ。はい、美しいの塔もはっきり見えてきましたね。で、向こうの丘の上がね、大賀島です。大賀島ホテルはちょっと霧に包まれてる感じですね。はい、相変わらず素晴らしい。僕的にはね、霧ヶ峰と同じぐらいここの高原が大好きです。あと願わくば、ちょうどこちらの方面に八ヶ岳が見えるはずなんですね。まあ、そこまで見えればね、もう今日は万々歳かなと思ってます。大賀島ホテルがね、バッチリ見えるようになりました。なんかね、ここが霧ヶ峰みたいになっちゃってるんだけど、じゃあお約束やるか。さあやるか、これ声がね、反響して気持ち悪い声になってますけど、わあ。はい、じゃあね、お約束の鐘を鳴らしたら、もう大賀島がかすみっちゃいましたね。はい、じゃあ次ね、潮喰い場の方に向かいます。あっちはね、いっぱい牛いるね。お、牛いっぱいいるわ。ねえ、下界じゃねえ、9月だっつうのに40度超えてるなんつって、ここはもう今22、3度ですかね。牛も気持ちいいよね。羨ましいよ。俺も牛に生まれたらね、ここ来たかった、本当に。やる気なしなし。うん、分かるよね、気持ちね。あの、臭くってグダーッとしての一番でね。しかもね、日差しは強いけどね、まあ風は涼しいし、しかも乾いてるしね。ほんでここはいいよね、最高だよね、いつ来ても。
はい、10時10分ですね。塩呉場です。ここからね、400〜500m 歩くとあそこに公衆トイレがあります。で、一応今日のコースなんですが、ちょっと雲に隠れちゃったけど、ここから大賀島を目指して、まあ、ゆっくり登ってってね。で、大賀島からこうピストンではなくて、この山の向こう側ですね、松本川の斜面を通っていって、エポシー岩を経由してこの場所に戻ってくるというコースです。はい、じゃあ大賀島に向かっていきましょう。生まれ変わりたくはないけど、夏の間牛になりたいって気持ちはあるね。放牧されちゃうんで、うん、おっぱい絞り取られて。ここから緩い登りを通って、頂上が大賀島ですね。はい、あまりにも白すぎるんで何が何だか分かんないと思いますけど、撮影してる僕もよく分かんないです。それぐらい白いです。おう、ほら、大賀島ホテルは見えないけど看板は見えます。はい、登ってきたよ。はい、10時40分ですね。大賀島ホテルで休憩します。えらい悪いもの見ちゃって。はい、はい、じゃあ今から大賀島に向かいます。といってもね、すぐそこなんですけどね。あ、そうです。いいね、ここは。はい、大賀島です。もう俺はね、怖くてね、これ以上近づけない。はい、でね、今人が見えますけど、あのコース、展望コース、あそこ行きたいと思います。大賀島から一旦降りてきて、はい、こちらね、アルプス展望コース、ここを伝って塩呉場までね、戻ってきたいと思います。でね、アルプス展望コースって幼なじみとね、ここ歩いたことあるんだけど、その時は北アルプスから、御嶽乗鞍綺麗に見えたんですね。ただ今日はね、まあ全然見えないしね、まあ奇跡的に、まあ、晴れるのを祈って歩いてるんですが、まあ別にそれが見えなくてもね、非常に風が気持ちいいコースなんで、今日は株ままと歩いています。じゃあじゃあじゃあ、うわ、ガチで降ってきたよ。
まあ一応カッパは着てるけどね。モーモーがいっぱい。これモーモー平だな。はい、11時45分エボス岩です。もう前回ね、前回って去年だけど、もうビビって動けなかったよ俺。しかも今日ね、結構みっちり雨降ってるんで、だから金曜ロードショーの撮影っぽいね。片平渚さんが不意にやられて、ね、あなたですよねって。はい、今日はね曇ってるから高度感がなくていいんだけど、これ晴れてると怖くてここまで近づけません。うわーマジ怖い。あんたよくそこまで行けるんだ。そうだな。こういう時ドラマだと後ろからね男が忍び寄ってくんだよ。怖がんべここ。あいにくの雨ですが、まあ、その雨の分をさっぴいてもね、素晴らしいコースを歩いてます。ここね本当に晴れてるところをねみんなにお見せしたいんですけど、このアルプス展望コースで僕がね一番好きなところはここなんですよ。ぐーっと切れ落ちた稜線とね、あの北アルプスからねずっとこう連なって見える、ちょうどその下にね松本とか、まあ、全部じゃないけど半分ぐらい見えるんですけどね。でこちら側にはねちょっと歩いていくと美しが原の広々としたね牧草地帯が見えてくるんですよ。はい、美しが原唯一の野外にある公衆トイレです。はい、そこはね塩くればです。はい、12時12分はい、塩くればの分岐に戻ってきました。今日はね、八ヶ岳が見えないね、一回も、うん、ゴール地点は間近なという時に晴れてきたでしょ。で山と一緒なんだよ、これ。すごい暑くなっちゃったよ。はい、それではね、ここからゴール地点の山本小屋まであとわずかなので、はい、これで美しが原のトレッキングを終わりにしたいと思います。今日も最後までご視聴いただきましてありがとうございました。カパパでした。何がうめんだろうな、あれ。あ、キノコだって。なんか最近ね、キノコ汁に凝ってるんだよ。あの高尾さん以来。わあ、ここは山本小屋の売店ですね。
キノコ汁食べたいね。これいい匂いだね。いい匂いだこれ。すごいね雨。